伊藤園ホテル色彩。貸切風呂新登場。動画リベンジ第3弾。一泊二食プラス酒飲み放題7800円。税別。神奈川県湯河原町の伊藤園ホテル色彩。前回宿泊した際に撮った動画は動画初心者の頃のものでして、今見るとひどいなんてもんじゃない。再生数も私の全伊藤園ホテル動画の過去最低だった。今回は動画リベンジの意味を込めて宿泊してきました。ホテル隣の駐車場、ホテルの送迎バス。チェックインまで時間があるので湯河原町にあるアネスト岩田スカイラウンジに立ち寄った。来るのが早すぎて店が営業してなかったヤマハのバイクが展示されていた。展望エリアへ。曇っていて何も見えない。晴れていれば真正面に富士山が見えた。湯河原の観光スポット不動滝に立ち寄る。駐車場。いざ不動滝へ。高さ15メートルの不動滝が見えてきた。想像していたよりも大きくて感動。社みたいな場所に出世不動尊が置かれていた。源泉足湯。茶屋。不動滝茶屋はテレビの撮影スポットになっている模様。見るもの見たし、ホテル到着。ホテルの隣は激流が流れる川、轟音が響く。ホテルロゴ。喫煙所。池の鯉。いざホテルへ。聖火を飾っている。ロビー。このホテルのエチケットルームは非常にデザインが凝っている。浴衣はセルフで。アルコール自販機。土産物屋。ゲームセンター。
プール。南館休憩場。館内マップ。南館エレベーターでないと大浴場に到達できないので注意。当日男性大浴場。脱衣場。洗面台。内風呂。5時から10時、15時から24時。泉質はアルカリ性単純温泉。効能は五十肩冷え性、冷え性、関節痛、神経痛、筋肉痛、内心慢性消化器やマイク時期など。洗い場。露天風呂。マッサージ機。宿泊者無料の麻雀コーナー。囲碁将棋コーナー。宿泊者無料の卓球。宿泊者無料のカラオケ1。宿泊者無料のカラオケ2。屋上の展望。ホテル看板、新設された貸し切り風呂が見える。新設された本館6階の貸し切り風呂、料金40分、2200円、税込み。新設貸し切り風呂有料化、伊藤園ホテルにはこのパターンが続出していて、ちょっと気になる。ホタルと梅の2種類。貸し切り露天風呂ホタル。新しくて綺麗。温泉ではなく若し湯なのが残念。洗い場。宿泊者有料展望貸し切り風呂場。洗い場。展望風呂。そろそろ部屋に行きましょう。最安値の部屋。冷蔵庫。布団はあらかじめ敷かれている。ベランダの景色。エチケットルーム。洗面台。バス。
金目鯛せんべい、グリチャ。タオル、帯、温水ポット、冷水ポット。公式パンフレットのホテル案内、全78室。館内案内。夕食バイキング。バイキング会場。別注料理。大きなエビのチリソースに厳選中華料理フェア開催。ご飯、青カッパ、つぼ漬け、福神漬け、味噌汁、カレー、醤油ラーメン。茶碗蒸し。小松菜の煮浸し、高野豆腐、はたききゅうりのキムチ和え。刺身の盛り合わせ、ビンチョウマグロ、甘エビ、しめサバ。寿司、イカ、サーモン、小肌、エビ、ネギチャーシュー、冷製明太子パスタ、枝豆、カレーの南蛮漬け。ネギチャーシューはラーメンにトッピングするのが吉。ちくわの磯辺天、ハゼの天ぷら、鶏の唐揚げ、麻婆豆腐、八宝菜、チャーハン、タンドリーチキン、ポークシチュー、大根のあんかけポークシチューは盛り放題なのが嬉しい。たこ焼き、こんにゃく田楽、ししゃも、サラダ、ドレッシング、そば。企画料理フェア、クロス酢豚、油淋鶏。大きなエビのチリソースに。デザート。ソフトクリーム、パイナップル、プチシュークリーム、ライチ、ロールケーキ、プリン。ドリンク。氷、ジュースサーバー。お茶、コーヒー。アサヒスーパードライ、チューハイサーバー。熱燗、地酒。ハイボール、レモンサワー。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。新安プレゼンツ、伊藤園ホテル色彩、夕食バイキング、おすすめ料理。1、大きなエビチリ、企画料理フェアの目玉。2、醤油ラーメン、ネギチャーシュー、トッピングで、うまさ倍増。3、チャーハン、伊藤園ホテルのチャーハンは、安定した美味しさ。4、ポークシチュー、トロトロのポーク、盛り放題。5、ソフトクリーム、伊藤園ホテル定番のミルクバーではなく、このホテルはソフトクリーム提供。6、中華丼、ご飯に八宝菜をトッピングで中華丼。7、そば、さっぱりしている。8、大根あんかけ、最近の伊藤園ホテルでよく目にする癖になる味。翌朝男女の大浴場が入れ替わる。脱衣場、内風呂、朝風呂は気持ちがいい。洗い場、露天風呂。
朝食バイキング。味付け海苔、納豆、温泉卵、厚焼き卵、松前漬け、刻みオクラ、なめたけ、サラダ、ドレッシング、グレープフルーツ、シューマイ、切り干し大根、ナスのポン酢あえ、ひじきにピリ辛こんにゃく、食パン、ロールパン、フライドポテト、白身魚のフライ、ポテトのニンニクバター醤油、肉団子、粗挽きウインナー、冷ややっこ、アジの開き、サバ焼き、ご飯、梅干し、青かっぱ、つぼ漬け、昆布つくだ煮、しじみの味噌汁、うどん、おかゆ、デザート、トロピカルフルーツ、コーンフレーク、ヨーグルト、牛乳、ドリンク、コーヒー、緑茶、ほうじ茶、玄米茶、麦茶、水、氷、アイスコーヒー、ジュースサーバー、ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。陳安プレゼンツ、伊藤園ホテル色彩朝食バイキング、おすすめ料理。1、アジの開き、伊藤園ホテル朝食の定番料理。ポテトのニンニクバター醤油、甘くてうまい。3、うどん温泉卵追加でうまさが増す。4、粗挽きウインナー、パリッとした食感が癖になる。5、ネバネバ丼、ご飯に納豆、オクラ、松前漬け、なめたけ、トッピングでネバネバ丼。6、サラダ、シャキシャキしている。7、シューマイ、小さくて安っぽいけどうまい。チェックアウト、伊藤園ホテル色彩に4度目の宿泊。前回宿泊した際に動画を撮影しアップしたのですが、その当時は動画初心者ということもあり、かなりひどい動画で今では怖くて見れないのですが、ようやくそのリベンジを果たすことができました。ホテルは今回の宿泊で貸し切り風呂が加わったのですが、有料かつ沸かし湯とのことで残念。伊藤園ホテル熱川といい、最近の伊藤園ホテルは貸し切り風呂が登場と思いきや有料だったというパターンが多い気がする。まあ、総じて朝夕バイキングは可もなく不可もなく、都心に近いアクセスや娯楽施設の充実度などを見るに、結構コストパフォーマンスが高いホテルだと思います。